最初は2005年なんですよね、はい、その時は兄がやってるのを横で見るっていう感じだったんですよね。そこからまあやるようになって、いや感動しましたね。オファーが来た時は不思議でしょうがなかったですけど、なんかオファーにも即答していただいたというふうに。もちろんです、もう食い気味でお願いしますと言いましたね。最初の役柄はどんな役柄を想定されてましたか、オファーを受けた時は。いやそうですよね、こう屈強な男たちが出てくるイメージだったので、本当になぜっていう感じだったんですけど、こうキャラクターイメージのこう紙をもらった時に、はい、あなるほどなという、まあ、言えることは一つもないんですけど今日。そうですね、やっぱりちょっと秘密に包まれているキャラクターですので。そうですね、はい、もう本当に今日は本当、ね、呼んでほしくなかったぐらいで何も言うことがないんですけど何も言えないですね。